こんにちは。今日はリキッドファンデーションの塗り方についてお話ししようと思います。リキッドファンデーションの塗り方は3つあるんですけど、まず1つ目がスポンジで、2つ目がブラシです。で、3つ目が手を使います。この1つ目のスポンジのいい利点は、まずムラなく伸ばせるっていうところがあります。だけど悪い部分っていうのが、数回使うともう捨てなきゃいけない。それとスポンジはリキッドファンデーションをつけた時にリキッドファンデーションを吸い取る量がちょっと多いです。ブラシのいいところはムラなく伸ばせるっていうのと、仕上がりがまあとっても綺麗で、そして1に一番早く仕上げることができます。だから急いでる時とかもうすぐフォーってやっちゃえばすぐ終わります。嫌な部分っていうのが、ブラシは毎回毎回洗わないといけないので、それがちょっとめんどくさいです。もう私は毎週月曜か火曜日は、ブラシ洗う日って決めてて、で、その日の夜は私の息子が寝た後にお掃除、全部ブラシを掃除してます。ブラシやスポンジは常に清潔でなきゃいけないと思うので、お肌につけるものなので、ちょっと汚いままずっと使っちゃうとばい菌とかが肌についちゃって良くないので、ブラシやスポンジは常に綺麗であることをおすすめします。3番目の指っていうのが、指の利点はスポンジやブラシにあるファンデーションをこう吸い取られちゃうっていうのが指にはありません。無駄なファンデーションが出ない。だから適量取ってつけたらもうそのまま伸ばすだけ。そして指を使う場合はこういったものを使わなくていいので、洗う手間っていうのが省けますね。だから私はブラシが結構洗うのが溜まっちゃって、で使うのがないとかいう時とか、あとブラシこの間綺麗にしたばっかで汚したくねーとかいう時は指で伸ばします。でも大体結構指を使って伸ばすことも多いです。指の悪い部分っていうのが時間が結構かかるんですよね。私は結構叩いて伸ばすんですけど、やっぱムラができやすいから、それをこう直すために結構時間がかかっちゃうから、結構自分に余裕のある時にじゃあ指行きましょうみたいな感じでこう指で使うことが多いです。リキッドファンデーションの塗り方は、まあ、このスポンジ、ブラシ、指とあるんですけど、私はまあ全体的に時と場合によって自分の好きなやつとか、まあ、その日のお化粧の仕方によってとかでいろいろ変えたりしてます。で、結構その YouTube とかで多く見るのが、やっぱりブラシを使っている人が多いと思うんですけど、ブラシを使う際にはこういった感じの密着度の多い、わかりますか、こういう密着度の多いブラシをファンデーション塗るときは使った方がいいです。こういうふわふわのやつでは塗りにくいので、歌舞伎ブラシとか、ここがまっすぐカットしてあるやつとか、まあそうですね、これちょっとラウンドなんだけど、でもこれもすごい塗りやすい歌舞伎ブラシとか、まあ、こういった感じの、まあ、フラットに近いブラシで塗った方が、塗りやすいです、ブラシは。はい、ではまずこのスポンジからいきたいと思います。このこっち顔半分をこのスポンジを使って塗っていこうと思います。で、リキッドファンデーションの塗り方は、まず手の甲に適量ファンデーションを出して、ここで人肌まで温めます。で、そしたら私はこれを指で取って、こういった感じで適量乗っけてきます。たらファンデーションで叩きながら伸ばします。
でこういう感じで全体伸ばしてって、でこのスポンジの場合は角がいっぱいあるんですけど、この角を使って鼻の周りとかもこうやって押さえていって、はい、そしたら次はこっちからこっちの半分をブラシを使って塗っていきたいと思います。そしたらブラシで丸を描くように内側から全体的に伸ばしていきます。じゃあ次は手、指を使って、全体的に伸ばしていこうと思います。はい、そしたらこの手、指を使って、こうやって叩くんですけど、私はこうやって叩いて伸ばすのが好きです。指を使う場合はで、こうやって叩いて伸ばすのでもいいんですけど、こっち側はこうやって撫でながら伸ばしてみようと思います。こんな感じです。今日ちなみに使っているファンデーションがレブロンのカラーステイ24 hours のファンデーションなんですけど、今日はチークはしないでブロンザーとあとハイライトパウダーとこれだけ塗ってます。でフィニッシングパウダーとかはのせてなくって、結構スムーズで、まあカバー力もあって、すごいいいと思います。私は結構このファンデーション、人がすごいおすすめしてて、で、ドラッグストアコスメだから、まあ安いので、で、試してみようと思って、買って使ってみたんですけど、買うときにちょっとカラーを間違って、明るい色を買っちゃったんですね。ちなみに、カラーがこれどこに書いてあるの？240ミディアムベージュ、ちょっと私には明るいんですよね。ただ別に明るいファンデーション買っちゃった、間違って買っちゃったとかいう時でもうずっと使わないとかじゃなくて、で私の場合はブロンザーをこうやって入れて色のトーン、首とかも今日首入ってないんですけど首とかに入れてその顔と首の色を合わせたりとかして使ったり、明るい印象にしたい時とかは明るいファンデーション使ったりとか、ちょっと日焼けっぽくしたい時は濃いファンデーション使ったりとかもするので、間違えた色だけどすごいずっと使おうと思います。これはすごいおすすめです。